はい、それではクワノトリガー続きやっていこうと思います。さて、カエルがグランドリオンを装備できるようになったということに、あとね、魔法を覚えさせてきた。でカエルはね、ちなみに属性水でしたね。マールと同じって感じですね。で装備をこんな感じかな。ちょっとね、ベストが気に食わんですが、まあしょうがないな。まあ勇者バッジをね、身につけさせて、クリティカル率をアップさせておりますということで、じゃあ今回このね、魔眼靴やっていきましょう。いや、ドキドキするぜ。あ、早速ザコ。はいはい、あんまりなんか MP 使わないようにいきたいところですが、キャー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 、あのね、クロノトリガーやってて思ったのが、なんだろうな、ボスがなんかザコがさ、もうあんまり強くないからさ、あーボスも余裕っちだわって思ったら、全然余裕っちじゃないっていうね。あ、やばいやばい、こいつ魔法しか効かないやつかな。あ、魔法だね。やばいやばいやばい。魔法魔法魔法。よいしょ。サンダがあんまり使わない方がいいよね。サンダ。MP が痛いから。カエルの魔法が見たいな。もうこのネズミ、素早い。よいしょ。あ、そう、ウォーター覚えてる。ウォーター。え、技ポイント貯まったらウォタガになったりするのかな。オッケー、ナイス。さて、行きましょうか。あ、これは封印されてるか。あ、あー、うまー。ちょっとあのネズミから先にやらないとやばいですね。サンダー。あ、間違った。あー、間違った。さて、こいつか。よし、カエルがかわいい。こいつも全部魔法かな。よし、レベル上がった。やった。あ、ちょ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 、めっちゃ、なに、ビビったな、あのネズミ集団。ほー、やめてよ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 、逃げまーす。あ、ちょ、血文字が。魔王城のジャグラーはこちらが殴れば殴りの防御を固め、魔法を放てば魔法の防御を固める、ガードの厳しいやつだ。はっ、ジャグラー、これどうやればいいんだろうな。連携技か。いや、でも連携でも変わんないか。あー、来た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 。よいしょ。あ、ね、これね、トライ&エラーじゃない、トライアンドエラーっていうか、ね、何回も挑んでもね、お金取られないのはいいですよね。ということで魔王城行きましょう。初見でね、突破できるとは全くもって思っておりませんので、私も魔王様ね。ここが、おー、ケルベロス魔王城だ。これ今の技術で作ったらこの魔王城すごい、迫力で作られてるんでしょうね。来た。あ、ちょ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 、静かなんだけど。え、音がない。あ、この人は？ふふ？誰だこいつ？あ、ミドルエーテル。あ、こ、あ！あれ？あー、これ、あれじゃん、グレン、あ、ちっちゃい頃っていうか、人間の子のカエルと、あともう一人のお供の女の子か。遊ぼ。遊ぼ。うん、あ、シェルターゲット、ミドルエーテル。あそこに剣があるんですけど、ありゃ、てかコウモリがね、さっきからね、ずっと一匹つきまとってるんですよね、私の周りを。ここじゃない、反対側行ってみようか。あ、ないないない、僕たちの宝物。
ちょ、怖いんですけど、じゃあどうしたの君たち。あ、王様、マルディア、私が悪かった、城に戻ってくれ。カエル無事でしたか？あ、リーネ王女だね。うん、お祭りが帰らないと思ったら、こんなとこにいたのね。お母さんか。怖っ！何これ？え？ん？グランドリオンとか使わないよね、アイテム。なんか使うアイテムとかあったっけ？なんか3人とゆかりの深い人物が、あ、でここで、あ、セーブができる。あ、あれ、このポイントなかったよね。あ、ビネガー、あ、ビネガー、よーく来たグレン。いや、今はただのカエルだったな。今度はそやつらがサイラスの代わりというわけか。だが魔王様は今大事な儀式の最中だ。このわしが相手をしてやる。外方剣士ソイソー、これ何魔術師？空魔、あ、空魔師、空魔師、空魔師マヨネー。そして、お、来た来た。おお、この魔王城の100の魔物を倒せたならばな。おお、なんか BGM かっちょいいんですけど、ちょ、サンダがもうこのために使うしかなかろうて。魔王のしもべ、うん、パンプってやつが多分あの HP 吸い取る系だと思うので、早々にやっつけた方がいい気がしますね。おお、さすがサンダガよ、強い、ナイス。あ、でここから始まるわけですね。ちょっと待ってね、一回アイテムゲットしたからセーブしたいんだわ。セーブ、ごめんなさい、逃げてないです。あー、この BGM で泣く。よいしょ、ほい、行くぜ。お、血清魔王城になった。このなんかサブタイトルもね、結構胸熱ですよね。よーし、よーし、じゃあちょっとこことかは、あ、でも変わってない。欲しい、僕たちとかも欲しい。その代わり僕たちと遊んで遊んで遊んで。あ、なんかこの展開なんか他のゲームでもあった気がするな。おー、こやつら、こやつらも確か魔法とかじゃないと効かなかったっけな。そうだよね、遊んで遊んで遊んで。あ、なんか FF4 かな、この遊んで遊んで遊んでって展開なんかあったような気がする。よし、ピーン。いやー、マル強いわ、魔法。いや、たださ、あの血文字でさ、兵士が書いてたあのボスが気になるんだよな。どん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 攻撃すればするほどムキムキになっちゃうってことでしょ。怖いよな。あ、バリアボールってなんだろう、装備品。アイテム、アクセサリー、誰だ、バリアボール、武器っぽいな。あ、違う、あ、そうですか。ちょっと待って、バリアボール、あった。魔法のダメージの3分の1をカット。超いいじゃん、いいじゃん。私が悪かった、城に戻っておくれ。死体となってな。あ、こいつは全部倒せばいいのかな。よいしょ、ちょっと崖でピンピンやるか。おお、こいつか、ソーサラーってやつを倒すか。あー、回復しちゃう、やらかした、やらかした。これ魔法効かない、もしかして。あー、回復しちゃうから通常攻撃でやるしかないか。
よしよしよし、はいはい、あ、よし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 、オッケー。で、これも倒さないとダメか。カエル無事でしたか。あ、殺してあげます。ナヌ、これ先にソンサラーってやつをやろう。ほいほいほい、ちぇちぇ回復しちゃうね。よし、ナイス。よしよし、あとはもうこいつらをやっていく。いいね、クリティカル入るのでかい。いたたたたたたた、むんちゃん、あんまりちょっと崖の魔法超強いんだけど、 MP めっちゃ吸い取るからあんま使えないっていう。ちょっと通常攻撃でやっていきましょう。経験値おいしいな。よし、じゃあ、まあお祭りが帰らないと思ったらこんなとこにいたのね。なんだ、何を仕掛けてくる、そんな悪い子は。死になさい、もうすぐ死ね死ね言うんだから、こいつ。もうそんな簡単にね、死ねとか言ったらいけません、ほんと。あ、 HP がいく。あ、やばい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 、これちょっとやばいよ。よし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 、でこいつ倒して、あ、ほんとだ。 MP め、あ、 MP じゃない、 HP めっちゃ減ってる。こういうのって万能薬とかでは治らないから、やっぱ一回死ぬしかないのかな。もしかもスピード勝負で早くバトル終わらせるとかだよね。やばいやばい、カエルがいてててててて。もう A ボタン連打でした。よし、あ、ごめんよカエル、ちょっと回復させた方がいいな。よし、レベル上がった。よいしょ、ケアルあとは大丈夫かな。さあ先に行って、あー、いるな、テスター。あ、ちょっと待って、え、これ連戦か。あ、連戦しないとダメなのね。わー、やらかしたぜ。戻ったらダメなんだ、戻ったら負けだ。やらないといかん。よし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 、もう一回バトルになっちゃったよ。ちょっと待って、ちゃんと MP 回復した方がいいな。あいつボスだろ、奥にいたやつ。 MP とあと HP か、ちゃんと回復していこう。あと1匹、オッケー。いや、ここレベル上げに結構いいポイントだよね。さて、アイテムで、あ、エーテルを使おう。もんちゃん回復。よし、MP 回復。カエルも回復。マールはいいか。あとは、ポーションがめっちゃあるから、ポーションで回復しよう。よし、オッケー、じゃあ行きましょうか。さあボス、あ、こいつがマヨネーね、クーマシマヨネー。あ、なんだ、あ、そのまま普通にバトル始まっちゃう感じ。マヨネーでもハテナになってるね。あ、ちょ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 、フェイスとかかける。あ、あれ、あ、死んだ。え、あ、でも MP0 になっちゃった。今のはマヨネーではない、本物は。う、ここよ、ここ。せっかく MP 回復したのにゼロになっちゃったよ。あ、お見限りね、カエルちゃん。何この子、油断するな、こいつがクーマシマヨネー、ただの、あ、女なのね、マヨネー。なんか魔物かなって思ってたけど女の子なんだ、ちょっと可愛い感じが。マキー、どうせあたいは男よ。え、どっち、男なのこの子、男っぽい。けど女でも男でも強いもんね、美しいのよね。サイラスちゃんがいなくなって寂しいのよね、カエルちゃんは。おまけにそんな醜い姿にされちゃって嫌よね。
けどせっかく新しいお友達と遊びに来てくれたんですもの。みんなまとめておもてなししてあげるのよね。さすがマヨネ、語尾によねってちょっと可愛いかも。おお、かっこいい。ちょっと待ってよ。よし、ナイス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 。ちょっと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 、アイテムでミドルエーテルをムンちゃんに。すまんな。ちょ、あ、こんな、なに、万能薬、万能薬、よいしょ、万能薬をカエルにあげて、君がひるんだら困るんだ。ベロロン切り、どうせだったら連携使いたいとこで、毒の風、誰に聞く。おお、毒ってる。万能薬で変えるで連携で、あ、刃の滝っていうの使ってみましょうか。連携技、ちょっと、強いか強いか、よいしょ。じゃあもう一回アイスウォーター、よいしょ、はい。でケアルを変え、あ、カエルまだケアルしなくてよかったかな。よしよしよし、これを10回当てたら3000ダメだもんな。やばい、またあああああ、でカエルが混乱するのね。あ、そう、あ、やめてやめて、危ない危ない、連携しよう、連携連携連携、ね、かえ、あ、そっか、あ、ちょ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 、万能薬で変える、よし、よし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 で、ケアルして、やばい、ずれるな。オッケーオッケーオッケー、で連携しよう、ほい、あ、え、あ、びっくりした、え、ちょちょちょ、え、なんか横になってんだけど、マール、どうした、あ、寝てるのか。はい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 、はい、万能薬、起きろ。だってミドルエーテルもんちゃんにあげとこう。よし、オッケー、お目覚め。じゃヘイストしたいな、ヘイスト。よいしょ。こう刃の滝が強いですね。うん、何、マヨネの魔法、何何何何、うー、ちょちょちょ、おーおー、痛い、て、あ、ちょっと、あ、ちょっと待って、バーサクモードになってる、もしかして。そんなことはない、ケアルで回復していかないと。マヨネの魔法、痛い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 、これはやばいぞ。よし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 、回復していかないと。あー、寝た、よいしょ、ほいほい、でケアルして、暗闇、あー、やめて、じゃあ普通にやるか、よいしょ、よし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 、あ、2人で通常攻撃でも全然いけますな。よいしょ、あ、やばい、帰る、お、ナイスナイスナイス、クリティカルいいよ。じゃあアイテム、万能薬使おう。でヘイストかけたいな、ヘイスト、ヘイストかけて、はい、ナイス、いいね、連続クリティカル、くそー、こいつ魔法ばっかり使いやがって。ナイス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 、いいよ、あ、やった、勝った、やった、あ、あたいがやられるなんて、まあ、
さむふっ、男なのにあ、面白いやつだったな。お、マジックカプセルゲットしました。もうすり寄られた魔王様もタジタジやろな。よし、あ、なんだ、え、これもう一回やらないとダメ、面倒なんだよ。面倒いです。なんだよ、なんか帰るまでが遠足だよみたいなノリ。なんかこの辺の敵いなくなってんのかなって思ったのに。はい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 、ちゃんと遠足やりましょうか。帰るまでが遠足ですからね。いたたたたたた、じゃあ次回は逆方向行こうかな。あ、だいぶいい時間だよな、マヨネー倒したら。え、なんかマヨネー、ね、ビネガー私と同じような、なんだろうな、魔物系かなって思ったら人間系でびっくりしたわ。あ、でも この辺の子供いなくなってる。おーし。じゃあちょっと今回は、こんな感じで終わりにしておきましょうかね。ちょっと編集したら短くなっちゃう可能性あるんですけれども。よいしょ。じゃあセーブセーブ。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はね、反対側やっていこうと思います。